どうも、ベタです。パースがやっていきたいと思います。はい、本日はアスレティス高校でサイドハーフを作っていきたいと思います。デッキの方は、立川、アルカード、あっちゃん。で、小野伸二、桜庭、中村俊介。この6人でいこうかなと思っております。まあ、今回ね、スマイル持ち込んでおりますが、自前で、まあテクニック、3人しか用意することができませんでした。なので、まあとりあえず今日は、まあテクニック110目指していきたいと思います。はい、アイテムの方は、パワードリとマネ、音楽プレイヤー持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、まずね、あっちゃんも踏んでいきたいけど、監督いるなら監督踏んどこうかな。はい、監督いきまーす。まあ、サブアカはね、赤のテクニック枠は一人もいなかった。それはちょっと厳しいっす。インといてくれればね、サブアカでも一応テクニック111目指せたんですけどね、ちょっと残念ですね。はい。で、ここはあっちゃんですね。あっちゃんいっておきましょう。はい、OK です。監督み、あっちゃん練習後イベント来てくれなかったかな。ちょっと残念ですね。はい、そしてメンタルを踏むか、踏みましょう。メンタルいきまーす。監督がいなかったんで、メンタル。で、一回監督踏んでメンタルいきたいところ。はい。まあ、自然回復上げてるからね。自然回復。監督いきまーす。まあ、あっちゃんも踏みたいけどなー。ちょっとあっちゃん今回35だから踏んどくか。あっちゃん踏んでおきます。はい。練習後イベント。はい、OK。で、次メンタルいきます。あ、ありがたい。回復ありがたいぞ。この回復が来るのであれば、次メンタルいかなくていいや。はい、中村俊介。はい、OK ですね。でもって、でもって、あっちゃん。いやー、あっちゃん行きたくねえ、これ。同じとこ踏みたくないんで、これメンタルいってきます。いいや、メンタルで。監督もいなかったしね。はい、小野伸二。これはもう一回。読んでいきます。もちろん読んでいきます。ダッシュコツ、このダッシュコツ取れるようになったってことで、アルカードは確実にまあ聞き察知の方がいいってことですね。はい、桜庭、アルカード、立川、これ立川ですね。立川いきましょう。はい、 OK です。立川で、これは進めます。イベント進みます。このデッキ結構イベント切れるんだよな。ありがたいんだよな、それはね。はい、そして、うわー、あっちゃん行きたかったな。じゃあ、監督いるか。本当は黄色く残したいけど、これは監督いるんで、監督呼んでおきます。練習後イベント来てくれる？来てくれないか。くれなかったな。あれより前だもんな。はい、そしてこれは桜庭、アルカード、どっち行くかなんだよな。まあ、アルカードから、いや、桜庭から踏んでおきましょう。はい、桜庭、OK です。で、アルカードを踏みたいんだが、どこに行く？アルカード。アルカード。お、いる、いる。ナイスだな。ナイスですね。正解です。はい、アルカード行きまーす。これで一応4色揃えれました。で、テクニックね、やっぱ110にするのにね、やっぱ技術が必要なので、できれば、テク来て、技術系が来てほしいところですね。まあ、筋力100だけはやめてほしいよね。はい。まあ、敏捷技術。まあまあまあ、技術入ってるからいいか。しょうがねえな。はい、金メダル確保。でもって、アルカードは踏みたくない。では、これはテク、どうしようかな。あっちゃん踏みたいな。ちょっと、オフェンスいきます。最悪中村俊介。あっちゃん来い、あっちゃん。オッケー、練習後イベントからの、中村俊介か。まあ、しょうがないね。しょうがねえ。はい、観察する。はい、黄色もらえます。で、立川ね。はい、そして、アルカード、あっちゃん。アルカード、立川。まあ、いいね。これはオフェンスだね。オフェンス行ってきまーす。で、どっちすん？あ、アルカードね。はい、OK です。はい、金卓進んでいきまーす。はい。そして、あっちゃんの告白読んで回復要因を増やしていきたいところ。はい、桜庭か。あと桜庭と立川ね。桜庭、立川。あっちゃん。いやー、これどっち行こう。どっちでもハズレはいるんだよな。まあでもあっちゃん行きたいな、あっちゃん。あっちゃん行きます。さあ、勝負。あっちゃん。来い。ナイス。オッケー。成功。で、マジックパスもらっておきますね。で、そろそろあっちゃん告白来るだけの、来たかな。で、今回は、どっちにし、ゴールデンクロスにしよっか。
はい、ゴールデンクロスいきまーす。この体力消費あるのはちょっと辛いけどね。はい、ではテクニック上げておきましょう。まあどうせテクニック依存だと思うんでね、これはね。上げておきます。はい、そしてここで、立川いるね。オッケー、最低立川、あっちゃんでもいい。あー、これは立川だな。これは立川踏んで、あ、待てよ。いや、これ桜場でいいや。監督もいるし、これ桜場でいい。精神でもいいからね。はい、ではこれ、桜場行きます。はい、オッケーです。で、ここでテクワーク。技術が欲しい。はい、一緒に考えてみないか。はい、オッケーですね。で、監督が来なかった。残念。で、小野伸二、トラップ、ありがとうございます。はい、では行きましょう。絆コマンド。さあ、行きます。何が来る？何が来てくれ？お、火曜山。ってことは射撃だな。これだけは覚えた。射撃。技術精神。で、あっちゃんのここが来てくれました。OK ですね。OK、OK。あとはデート5回。行くだけだ。はい、そして、できればこれも敏捷を避けていきたいところですね。お、いいですね。いいですね。この後、桜庭がここに来た時に来てほしい感じはするが。はい、ディフェンスみたいできれば。できればディフェンス。いや、誰もいない。ダメ。あっちゃん踏んどこうかな。ここはね、まあ、後で来そうな感じがするか。これはあっちゃんでいいかな。はい、では、あっちゃん踏みまーす。はい、オッケー、デートね。で、これは下。技術もらっておきましょう。はい、展開力いいですね。はい、そしてテック上げておきまーす。テック、S にはならないか。じゃあ、あとはスタミナとスピード上げておきましょうか。まあ、スタミナ依存の立川がいるんでね。アルカードの依存ってほんとわかんないんだよな。テクニックなのかスピードなのかオフェンスなのかわかんないっていうね。なかなか成功してくれない。はい、そしてこれはアルカード踏みたくないところだが、桜は踏んでもいいんだけどな。中村俊介踏んどく？まあでも、確率的にここだな。立川がいい。立川がいいです。立川来い。敏捷の方ですね。敏捷はそんなにいらない、多分。まあ、いるけどね。最終的にはいるけど。はい、そして来てくれなかった。来てくれなかった。じゃあ、これ、あっちゃん行きます。いや、次、オフェンスに来い。オフェンスに、本当に、桜庭来てくんねえから。オフェンスに来てほしい。で、あっちゃんがしっかりと進んでるのはありがたい。で、桜庭来い。いや、来なかった。残念。じゃあね、これ中村俊介来てほしいです。アルカードじゃない。アルカードではない。臨床はマジでいらないから。これはもう中村俊介行くべきだな。はい、俊介来い。ナイス。オッケー。で、ゴールデンクロスと殿下の宝刀両方ください。はい。俺まだ片方しかもらえなかったことないんだよな。ありがたいよな、本当に。はい、立川ですね。オッケーです。下半身の安定感。で、ここで絆コマンドいっちゃいます。いや、技術くれ、技術。敏捷じゃない、技術欲しい。技術。はい、行きましょう。ギガン小国。これ、技術じゃなかった？筋力技術ですね、OK です。筋力少し稼げる。一応筋力と精神は少しずつ技術で入ってるんで、まあ、よしとしましょうか。はい、そしてこれを簡潔に書く。簡潔に書いておきます。もう一回読みましょう。で、来てますが、まあ、ここでいいか。スパイラルタック踏んでいきましょう。で、テクニック上げておきますね。スパイラルタック、いきます。はい、いきまーす。オッケーでーす。はい、オッケーですね。で、アルカード。いや、立川がいいな。立川がいい。あ、アルカードか。アルカードじゃねえんだよな、ここは。敏捷はもう、スピード入ってるからね、スピードね。はい、で、テクニック上げておきます。で、テクニックもう一回上げておきます。で、スピードも振っておきます。はい、で、パワーも振っておきます。悪くない。テクニック101になってるんで悪くはないんですけどね。はい、ではこれでいきましょう。でもって、アルカードは絶対いかない。で、次これテクニック来てほしいから行きたくない。うわー、踏むとこねー。立川行こっか。立川行きます。で、オフェンスかテクニック、タッコよ。オフェンス、テク、テクニック、タック来たら、あるよ、スパイラルタック。はい、桜場。で、突破力ね。うわー、来た、ナイス。うわー、来たじゃん、ナイス。うわーって言っちゃったよ。うわー、でもこれ、タッチカーかアルカードか終わったなー。違うなー、それじゃねえんだよな。
まあでも行くしかねえんだよな。これはもういいや。次金メダル取れないですけど、これ行きます。はい、テクニック行きましょう。はい、スパイラルアタック。はい、ミシリンしようか。違うんだよな。違うんだよな。はい、そして、微妙だな。微妙すぎるな、これ。微妙すぎる。いやー、せめて、いないとこ踏みたかったな。いないとこ踏みたかったな。まあ、いっか。はい、スピードいきまーす。で、立ちか、終わり。ね、これは重戦車ね、もらっていきましょう。はい、オッケー。はい、ヘビーなとこね、終わりです。で、小野真嗣も残り2回か。はい、真嗣に聞く。まあ、シルキーパスまでくれよ。はい、セクション終了、6295。はい、ここで回復していきましょう。ここで回復していきます。で、次は金メダルちょっと厳しいが、赤がいい。赤。銅とかでもいいから、赤が欲しい。赤。で、これね、ちょっとメンタル一回踏もうかな。監督の評価上げたいんで、これメンタルいっておきます。うん。しかも踏んでなかったイベントだったんでね。まあいいです。はい。では、いきまーす。絆コマンドいきましょう。さあ、来い。アゴロ小国。筋力。あ、どうだな。あ、銀か。回復のコツ2か。じゃあ、回復取っておこうか。まあ、ドリンクはある、あ、ないんだな。そんな、ないから。これは、回復取ってあげておきます。コツ1。はい、そしてスピード上げておきまーす。スピード振ってテクも上げておきまーす。はい、パワーも上げておきまーす。で、スタミナも上げておきまーす。はい、これでいきましょう。待てよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ、もしかして?なあ、さすがにテクニック、あれは、まあこれはテクだろうな、普通にね。はい、ではテクいきます。テクいきますが、ちょっと、踏んでないところ行きたい。そしてこれ技術系ね。はい、精神系も欲しいけど。はい、テクいきます。で、ここ踏んでないところ、オフェンス、微妙。これは桜場でいいっすね。桜場行きましょう。桜場行きまーす。はい、OK。いいですね。で、これで15個踏めました。あと5個。で、桜場、一途な問題児、ハードワークもらっていきます。で、ここで、この神事か。あ、微妙だな。立川踏むか。立川踏みましょう。オフェンス行きまーす。はい、行きましょう。で、次、オフェンスのタック来い。オフェンス。かテクニック。お、まあ、テクニックは来るんだろうな。さすがに4人入れてるからね。はい。で、スパイラルアタックがそっちに来た。いや、これ、あっちゃん踏みたいな。あっちゃん踏みたいや。うん、あっちゃん踏みたいです。すいません。こっち行きます。はい。射撃行きましょう。で、あっちゃんでデート行って回復してって感じですね。で、爆発力もらっておきましょう。で、ここで精神。精神系が欲しい。うん、筋力も欲しいけどね。ちょっと足んねえんだよな。これ一人でウェイ。で、オフェンスそろそろ上げておこうか。そろそろオフェンス上げてきます。で、スパイラルタックが来てますね。まあ、物によってはいくからな。物によってはいくけど。さあ、何が来てる?テクニック。あー、ちょっとタック弱いな。でもスパイラルタック踏んどこっか。さすがにこれは踏んどこう。はい、踏んどきます。はい、行ってきます。4回目、あと6回ですね。で、オフェンス上げておきます。はい。では、古代に行きましょう。で、ここは本当に、そうだよね。敏捷入ってる、技術入ってる。なので、筋力精神だな、筋力精神。まあ、水泳は来てるけど、筋力精神が来てほしい。技術は結構入ってるからね。蘇我小国。はい、技術でした。うわー、微妙だな。しかも、臨床サブの技術か。これ微妙だったな。はい、そして、ここ結構踏めるね。ここ結構踏める。あ、立川行きましょう。立川行きます。あっちゃん行きたかったけど、これ立川行きます。そして次、オフェンス。オフェンス見たい。次、オフェンス見たいぞ。で、回復ね、ありがとう。いいよ。で、中村俊介。これは、後ろの方。前は確か回復だったからね。さっき読みもらいます。で、オフェンス。あ、立川か。
いや立川行こう、行っちゃえ。うん、もういいよ。ここは金メダル取らなくてもいい、最悪金メダル取らなくてもいい。はい、アルカード聞き察知もらってきます。はい、そしてここで、まあ、今回競泳まで行きたいな。競泳まで行くが、あーテクニックでかいタック来てますね。これ踏みたい感じするな。でもあっちゃんも行きたいんだよな。でもこっちだな。さすがにこれはテクニック行ってきます。で、テクニック行っておきますと、一つオフェンス振る、はい、でスピード振る。はい、ではテクニックいきます。 4% を怪我しないでしょ。はい、 OK、 いいですね。で次メンタルいきたい。で中村俊介の OKOK で、アルカード終わっていく。さあステルス、はい、ステルスもらえない。あ、もらえた、あ、もらえたか、ごめんなさい、もらえましたね。はい、そしてメンタルありがたい。まあ立川3、赤3になるけど、まあこれはいいよね、これはもうしょうがないよね。はい、ではちょっとテクも振っていきましょうか。はい、ではこれメンタルいきます。で次のターンもメンタル振ります。はい、スパイラルタックで、スパイラルタック5回目か。うん、いけす。うん、多分足りると思う。あと5回なら踏めると思う。まあちょっと運もね重なりますが、まあしっかりとスパイラルタックは踏んでいきたい。はい、11,121ということで、次メンタル。まあスパイラルタックテクニックに来そうな感じもしますが、やっぱ来た、やっぱ来たか。あー、どうしようかな。これ踏みたい感じもするんだよな。でもね、これメンタル行きたいんだよな。踏みたい感じもしますが、しますが、どうしようか。これどうしようか。あと一つで終わるもんな。終わるから、これはもうテクニック踏んで、いっか。テクニック踏みます。テクニック踏みましょう。はい、行きまーす。で、次、もう一回テクニック踏めばいいもんね。ここちょっとドリンク飲んでおきます。はい、テクニック。次、回復いるし。はい、スパイラルタック、いいですね。で、次もテクニック。はい、OK。うん。ちょっとしょぼいけどね。しょぼいけど、これは踏んでおきたい。で、次も連チャンでテクニック、もうここ並んでるからね。でもね、10月4週までには行かないといけないから、うん、あと練習しても2回だな。はい、テクニックいきます。はい、ではこれ、テクニックいきます。はい、OK。スパイラルタックね。スパイラルタック7回目ね。あと3回ね。ここでもう一度多分スパイラルタック来るんですよ。で、桜庭、ゴールアズハイまでくれ。オフェンス役目でした。はい、ナイス、ゴールアズハイ。そしてスパイラルタックやっぱ来たね。うわー、でかいの来た。これはもう行くしかねえな。このターンまではいける。このターンまでいけるからここ行こう。うん。カンストまではいかないけど、でかいの来ましたね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。いや、筋力とか欲しいからね、ちょっとしんどいんだよな。技術ばっか稼げてるから、ちょっとしんどい。ちょっとしんどいが、まあ、踏もう。これは踏んでいく。はい、ではテクいきまーす。はい、OK です。でもうテク110はもう見えたな。余裕だな。で、ここはもう確実、あー、行ってらんないんですよ。行ってらんない。これはもう行ってらんない。で、デートあと2回行かないといけないんですよね。ちょっと踏みたい。ちょっと踏ませていただきたい。で、テクを上げて、ちょっとデート踏みたいのだが、もう普通に直で踏むのはありですね。天空小国。これ、敏将だよなぁ。え、あ、筋力か。筋力だよね。まあ少し、銀か、銀、まあしょうがないな。はい、そして、シルキーパス。シルキーパスまでくれよ、しっかりと。シルキーパスまでもらいたい。そして、いやー、野球が遠い。野球が遠いな。10、9、8、7。もう一回チャンスあるのか。で、できればここであっちゃん、ここはね、もうテクニック踏まない。もういらない。あっちゃん踏みます。あっちゃんデート行きましょう。で、もう一丁あっちゃんデート行きたい。もう一丁あっちゃんデート行かせてくれ。スパイラルタック踏めないのはちょっと辛いけどね。あと3回ぐらい踏まないといけないからね。うん。遠いんだよな、全員が。あっちゃん行きます。で、次メンタル。もう一回立川メンタルに行くね。もう一回メンタルに来てくれれば、次スパイラルタックです。はい、レジスタまでくれ。レジスタまでくれ。あ、ファンタジスタのみでした。残念。で、シルキーパスまでくれ。シルキーパスまでくれ。くれたかな？はい、オッケー。さすがです、小野伸二。まだシルキーパスもらえなかったことない。はい、そして、ここはね、こっち行こっか。うん、あっちゃんか、桜庭。あっちゃんか、桜庭行きましょう。で、もうテクニックは110にしておきます。まあ足りるんでね。で、今回ゾーンもインテリジェンスもないんで、多分精神も90までは上げていいと思う。90までは上げていいと思う。筋力が多分ない。
筋力が足らない。あ、筋力足らないならこれ立ち替えた方がいいか。立ち替え行きます。はい、立ち替え行きましょう。で、次テクニック来い。テクニック誰から来てほしい。で、浮世からのメッセージ、はい、OK ですね。で、ここで、テクニック来てます。 OK、 あー、立ち替え来るな。あっちゃんがいいな、これ。あっちゃんがいいなというところですが、まあ、これはもう、取っとこう。取っときます。はい。では、あっちゃん来い、あっちゃん。あっちゃんが来てほしい。で、スパイラルアタック、これ何回目？お、金になった。金。9回目、あ、残り1回でいいのか。残り1回でいいなら足りそうですね。さあ、野球が来てくれるかどうか。野球が来て、スパイラルアタックね。うん、一回踏めれば OK なので、ギリギリまだ間に合う可能性があります。ギリギリまだ間に合う可能性あるので、しっかりと間に合わせてくれ。頼むわ。はい、領域。はい、ではサクッとピンちゃん行きたいと思います。はい、では、行きましょう。領域取っちゃいます。はい、行きましょう。はい、終わりました。1点は取れた。1点は取ってくれた。はい、ここでスパイラルアタック来てくれてもいいけど、来ないよね。確かなかったもんね、ここでスパイラルアタックはね。枠がなかったはずなんで、うん。スピードはいないからね。はい、こいつは1個は来て、で、野球来てほしい。野球が来てほしい。さあ、頼むぞ。さあ、野球とスパイラルタック1回。そうすれば、リンクマンも、なんだ、精密機械も取れるんでね。さあ、来い。はい、金メダル。さあ、スパイラルタックは来た。で、野球は？うわー、外した！野球はもうダメですね。野球はもうダメだ。野球はもうダメだ。じゃあこれはもうテク行くしかないですね。で、筋力これで稼げたね。結構稼げるようになりました。オッケー。筋力は稼げそうだ。じゃあもう重戦車取っておく。で、ドライブシュート取っておく。あー、筋力2個。いや、1個か。1個。そう、足らなかった。精密機械足らなかったですね。はい、ではこれ、テクニックいきます。行きましょう。で、もう一丁スパイラルアタック行こうか、じゃあ。もう一丁スパイラルアタック行こう。はい、リンクマン。はい、いいですね。いいですね。で、来た。オッケー。いいよ。で、いくらぐらい稼げるか。うん。まあ、技術はそんなにいらないんだけどね。精神入るんで、まあ、これはいきます。でもって、ベルベットバス。で、まあ、漆黒は取っとかないといけないよね。で、まあ、DK 職人と、リンクマン取っときたいな。リンクマン忘れんだよな。まあ、この後、どの道取れるけどね。はい、リンクマン。うん。で、パワー少し触れそうですね、こうなるとね。まあ、ちょっと様子見ですね。はい、ではテクニックいきまーす。はい、行きましょう。はい、ここでマジックパス、超ラッキーボーイ、どっちだろう。マジックパスがいいな。はい。で、最終はマジックパス、OK。いいですね。で、マジックパス取れたので、まあ、この辺はもう抑えます。抑えちゃいましょう、抑えます。あとはチームプレイいただきたいところ。で、危機察知はもらいたい。臨床がもうちょい欲しいってとこだなぁ。そうだなぁ。うん。技術も余りはし、あー、少し余るぐらいか。まあまあ、いいや。精神欲しい。精神筋力が欲しい。精神かな。精神が欲しい。あ、フィジカルいきます、これは。うん、斧神事何くれる？はい、司令塔、OK。少しでも精神稼げた。で、ここでメンタルか。まあ、回復したけどいいや。これメンタルいきまーす。精神稼ぎましょう。はい、そしてサクッとピンちゃんいきますね。はい、終わりました。残念ながら点には絡めませんでした。ということで、1-0 です。はい、168、維新電信ゲット。まあ、維新電信は取るな、さすがにね。で、ここであっちゃんもらえます。まあ、81とちょっと少ないけどね。35なんで少ないですけど、まあいいです。はい、ここで経験点いくらぐらいいったかな。まあ、テク110はできたけど、28,57という感じでございます。では、振ってまいりまーす。はい、振ってまいりました。意外とちょっとね、技術足らなかったかな。もうちょっと技術稼いでもよかったのか。うん。今度はもうちょっと技術稼いでいきたいと思います。はい、さあ、どれぐらいいったかな。テク110にできたからね、査定は高いはず。US9 が USS ぐらいはいったんじゃない。はい、USS 乗りました。お、1乗ったか。やっぱテクニック110っていうんだけども強いなぁ。うん。やはり強いです。テクニック110はやはり強い。うん。
まあ、皆さんもね、ぜひスマイル使って小野伸二、中村俊輔入れて作りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。